チョスともこんにちは。大人になってから、ウォーズ5段になりました。チョスと言います。今日はね、クロノさんとノラでたまたまマッチングできたんで、その動画をね上げていこうと思います。ね、クロノさんってどんな方なのかっていうことなんですけど、まあ、一言で言うとめっちゃいい人。はい、すごい、なんていうか、私からすると、まあ、非常にお世話になってる方ですね。私が主催してる大会、今では、まあ、YouTube で多分一番、レベルの高くて歴史のあるものになったと思うんですが、まあ、当時ね、全然そういうネームバリューがない頃から、クロノさんにはこの大会に、ご参加いただいてですね、大会っていうのはね、結構運営がね、大変だっていうことをね、ご理解いただいて、まあ、配信で敗退された時とかには、配信を終了して、チョスさんの方に皆さん行ってくださいねっていう風に誘導までしてくださるんですよ。いや、そういうところがね、もう本当の、なんて言うんでしょう、まあ、配信者の鏡というかですね。まあ、ということで、まあ、クロノさんには未だに、まあ、頭が上がらないということなんですが、まあ、将棋自体はね、本気で倒しに行くつもりでね、やっております。はい。はい。まあ、ここでね、同角と出るのが、まあ、結構さ、4-2の金とかも狙んでいて、まあ、いい位置なのかなと思いました。まあ、ただ、まあ、いつでも切られる筋があるんで、注意は必要ですよね。はい。で、ここでね、一応中央に、駒を殺到させることを考えていたので、まあ、振り飛車なんでね、やっぱ左気圧買いたいということで、桂馬跳ねました。まあ、それ以外にはね、直接5三歩と叩いていく筋もあったみたいです。まあ、クロノさん側もちょっと手が難しいように思いますね。まあ、一応その角筋を、まあ、写真したんですけど、まあ、これやったらね、桂馬を跳ねて、桂馬が中央に使えたんで、まあ、ここでちょっと若干いいのかなっていう感じで、思ってました。まあ、5三歩と受けられたんですけれども、まあ、これ5四歩と合わせてね、まあ、同歩同飛車と進んで、まあ、もう一度5三歩だったら7四にね、飛車回る筋があって、それ非常に受けづらいので、はい。まあ、ここは、だいぶ優勢なのかなと思って指してました。まあ、ここでね、7四飛車を防いで、4六金と打たれたんですけども、まあ、飛車、まあ、これでね、一応この4六金働かせないように刺せば、まあ、いいんじゃないのかなと思ってました。はい。飛車を切って、これね、7一角がね、厳しかったみたいですね。まあ、7一角には飛車を切られて先手を取られる順を気にしたんですけれども、まあ、4四角成も結構厳しい手なんでね、であと5三にも角が効いてるので、そこまで8六飛車を嫌がる展開ではなかったみたいです。はい。ただこれも、ぼちぼち厳しい攻めだったようなんですけどね。ここから、難しい戦いになってきます。まあ、5人に、銀には一旦ね、まあ、逃げるしかないんですけど、まあ、5-1になっておいて、次、5-2歩成同金4-1角っていう、まあ、王手金取りの筋があるんで、5-1に銀になっていきました。はい。で、それをまあ、受けられなかった。なので、狙いがね実現しまして、まあ、ここら辺で一応その勝ちにはなってると思うんですけど、まあちょっとここからね、なんていうか、だいぶ難しい終盤が続くっていう感じですね。はい。一応まあ角打てて、金ボロで取れたんで、まあ、いいかなと思ったんですけど、この後ちょっと攻めがね、はっきりした攻めがよく分かんなかったんですよね。はい。で、クロノさんの方は、まあ、歩と香車しか持ってないので、まあそうですよね。まあ、そんな感じで多分、中央をちょっと、いじっていくしかないかなという感じで。で、まあ、ここもね、当然5六歩と打たれて、これ取ると、ちょっとなんか、そうですね、まあ、取る手もあったかもしれないですけど、なんか7六歩とか歩を取り込まれて、5八歩とか5七歩みたいな手をちょっと気にした。まあでもそれもあったかもしれないですね。はい。まあ本譜はちょっともう、無視して攻め合いをすることにしたんですけど、これはちょっと危険だったような感じがしますね。まあ厳密にはこっち勝ちなんだと思うんですけど、まあ相手にちょっと攻め筋を与えてしまったというかですね、この1号角もなんか角渡したくないからとりあえず逃げたんですけど、なんか先手で攻められてるなっていう感じで、思ってました。はい。まあ一応ね、こっちも角を使って、いて、まあ、角を使えてるんでね、その文句は言えないんですけど、ただこうやって二枚飛車が、やってくるんでね、はい。まあ、一応歩を受けましたが、ね、強気にズバッと切られて、あ、これ厳しかったですね、はい。一応、ま、金引いて耐えてるかなと思いきや、4八金っていう手筋があって、ここでね、5一金に、銀打たれて、
そうですね、避けて、まあ、これ17に逃げると、銀取られた時にすぐにね、28銀ならずと王手があるんで、まあ、一応18に逃げたんですけど、それ取った形はそうですね、こっちの玉にそのままだと受けがないんで、まあ、相手を王手して何とかしていくしかないんですよね。で一応ここでは、長いんですけど詰みがねありました。はい、相手玉にですね、まあ、ここになる前にね、もうちょっと前から詰み手順考えとけって感じなんですけど、その前もねノータイムで指してるんでね。ただまあここで飛車を打って、まあこれ同銀は同角成から詰みが分かりやすいんですよね。同角成に同玉はまあ4二飛車打てるんで分かりやすいということなんですけど、ここでね8六金って手があったんですね。まあこれ一応私見えてはいたんですけど、取って3三飛車で同玉の後の詰みが分からなかったんですけどね、4三飛車って手があって詰みだったみたいですね。で本譜はちょっとちきって飛車なったんですけど、もうかなり駒をね相手に渡しちゃったんで、こっから恐怖の順がね続きます。はい、でここでまあ2八銀ならずと、されて、でまあ上がるんですけど、一応ねここで金も垂れてたら負けなんですよ。ただ銀と角なんでまだギリギリ耐えてると。いやこれちょっと難しい将棋でしたけどね、まあ、一応銀と角で耐えてるみたいですけど、まあちょっとこんな感じの将棋にするつもりなかったんで、ここはなんかうまくやれたなっていう感じではあります。はい、銀引いて、まあ、これは玉引く手もなんかあったみたいですけどね、まあ、連続王手の千日手みたいな感じになるみたいですけど、ただまあちょっとそれも分かんなかったんで取って、同歩に、まあ、3、4玉という形で、まあ、なんとか受かってないからでも、横もこっからお祈りですね。ただまあ4一角が2三に効いてるんで、2三飛車がちょっと打ちづらいっていうことで、例えばねこうまあ出てから2五角みたいなのちょっと怖かったんですけど、その後玉立っておいて2、3飛車打てないっていうのはね、まあそれでちょっと勝ってるんじゃないかなっていう、なんかもうお祈りみたいな感じでしたけど、はい。こちら側に角打ってくるのうまいですよね。まあ、これは、合駒効かないんでね、逃げるしかないんですけど、そこで2、3飛車とすれば、同角成となると、ちょっと玉が危ない格好になっちゃうんで、はい、まあ、飛車打ちにはちょっとこれ飛車取れなかったんですよね。取ってもよかったんかな、まあ取ってもよかったんかもしれないですけど、ちょっと危ないなと思って、一番安い香車を合駒しました。ただこの筋にね歩が効くんでね、そうなんですよ、3二歩とかで取られちゃうんで、まあ、嫌だなと思いながらやってはいたんですけど、はい、一応そうですね、まあ、3二角成と取るしかないですね。金寄ったりするともう飛車寄られてねゲームセットなんで、もうここはもう角を捨ててでもなんとか生き延びるしかないっていう感じです。はい、で同金同玉で単に2二飛車みたいなのを気にしてましたね。2二飛車で引いて4一玉に2三馬みたいな感じでね、5一玉に一旦なんか7三角とか打つとか、なんかそういう順があったかなみたいなことを考えてました。はい、まあ本譜はそうですね、3、4馬と引かれたんですけど、まあ、3、3を純粋に埋めていけば勝ちになるんで、まあ、これは勝ちになったかなと思います。はい、そうですね、結構そうですね、まあ、昔から久能さんにお世話になってるんで、まあ、こうやって対局するのはこう毎回感慨深いところなんですけど、勝敗もね、5勝4敗っていうことなんで、かなり拮抗してる、ところですよね。まあ、昔ね久能さんの動画見ながら上達した記憶は私にもあるんでね、で、まあ、こういう風にして、まあ、差し分けぐらいになれたっていうことね、非常に嬉しく思ってます。本譜もたまたま勝ちを拾いましたけど、ちょっと次からも負けないように頑張っていきたいなと思います。はい、まあ、一応そうですね、まあ、ここで2五歩と突かれたんですけど、まあ、あとはね大駒を狙ってなんか持ち駒をどんどん打っていけばいいって感じですね。トンシにだけ気をつけて。ただまあ、渡した香車は、もうちょっと入玉系では、香車とか桂馬とかっていうのは使い物にならないんで、まああとはね、相手の攻め駒はこの馬と飛車の2枚だけなんですよ。なんでもう、さすがに寄らないかなっていう感じですね。はい、まあもう1枚やっても寄らないかなと思ったんで、まあここに手厚くね、金をブジッと打って、なんとかしに行きました。まあ以下ちょっと早送りするんですけれども、
まあ、ここら辺でね、勝ち目なしと見られて、黒さんが投了されました。対局ありがとうございました。はい、ということでワンポイント解説なんですけども、ここでの詰みですね。はい、3三馬と取って、まあ、同玉に、6七か、この場合6七飛車打ちがあるんで、まあ、桂で取るしかないんですけど、まあ、こう打ちますと、これは本譜と同じ順なんですけどね。でここで8六金っていう手がねあったみたいですね。うん、これいい手ですね。まあ、こっち取ると、3三飛車ないで、これ詰みなので、はい、これはできなくて、なので金打ちには同玉と取るしかないんですけど、こう3三取ってで同玉にね、これで詰みみたいですね。はい、まあ、以下こう飛車をこうブンブンブン回して、はい、いけば詰みだということで、この詰みはねちょっと逃していたんですよね。うん、8六金自体は見えてたんですけど、ちょっと詰みが最後まで見えなかったので、まあ、6七飛車ぐらいからちょっと見えてなかったんですけど、まあ、ここら辺はねちょっと終盤の弱さが出ちゃったかなっていう感じです。あとね、中盤なんですけど、ここ桂跳ねたとこなんですけどね、5七歩と直接叩く手の方がまあ良かったっていうことですね。まあ、ここはちょっと難しいとこなんですけど、まあ単純に一歩で一手稼げるっていう意味合いですかね。まあ、この解析では5七歩に5九金と引く手を解説してるんですけど、まあ、それだったらまあ5八銀と打っておいて、本譜みたいになんかこう3三に金を逃げられるような展開にならないですよね。なんでまあ、5七歩でね5九金って引かれた時になんかちょっと桂馬が使えないのがちょっと不満に移ったんですけど、まあ、それを不満に思っているようじゃちょっとダメですかね。まあ、これはね反省して次に生かしたいと思います。はい、それではそろそろ終わりにしたいと思います。ありがとうございました。